SDKFZ11 は第二次世界大戦でドイツ国防軍と武装シニ得隊で使用された3トンハーフトラックである。1934年からブレーメンに本社を置くハンザロイドゴリアテ社で3トンハーフトラックの開発がスタートした。最初に試作されたものは HL キロリットル2の名称が与えられており、 ボルグバルト車製3500エンジンを搭載し、天輪は片側4組で構成されていた。1935年には HL キロリットル3が試作。これはエンジンとラジエーターを後方に配置し、ラインメタル車星70合計3.7センチメートル対戦車砲を搭載する車体として開発された。しかし、この車体は試験的に機兵部隊が使用したに止まった。 同じく1935年に、キロリットル2型の回収型の HL キロリットル3が、試作、より生産型に近くなり変速機もボレクバルト車線、全身5速更新1速から、ZF 車線、全身5速更新1速に変更した。1936年には、走行車体を仮設するために開発された、HL キロリットル4が登場した。エンジンは、 重量増加のために、ボルクバルト車線100馬力のものに変更され変速機も、ボルクバルト車線、全身4足のものとなった。エンジンは、車体後部に配置、天輪が片側6輪増えて、走行能力を向上させていた。蒸気の試作を経て、HL キロリットル小型が1936年に、完成。これが、当シリーズの先行量産型となり、 ボルクバルト車で505両が生産された。基本的には HL キロリットル4のエンジン配置を通常の牽引型と同様としたものだが走行車体は必要としないので70馬力のボルクバルト車製 L3500 リットルが搭載されていた。1937年には生産型となる HL キロリットル6が登場。基本型は 上記の HL キロリットル5と同様で、乗員1名、運転席脇に2名、後方キャビンに6名と変わりなかったものの、機動性向上の観点から100馬力のマイバッハ製、HL38 型が搭載された。このキロリットル6型が SDKFZ11 として正式化され、1938年より本格的な生産に入った。生産は、 ボルクバルト車にて2067両、ハノマーグ車で6270両、アドラー車で4300両。他にアウトウニオン車でも少数生産が行われたという。後期には、車台の構造が SDKFZ251 に近く、エンジングリルが直線的なデザインとなり、キャビンや荷台が木製となった髪型も量産されている。 SDKFZ112944 年1月東部戦線における SDKFZ115 ありがとうございます。